1994年11月3日、横浜市鶴見区の京浜運河からビニール袋に入れられ、重しがつけられた女性の遺体が発見され、続いて幼児の遺体が2体発見された。その後、遺体の身元は茨城県つくば市に住む31歳女性 A さんと、その長女 B 当時2歳、長男 C 当時1歳と確認された。3人については、夫であり父親である総合病院の医師野本巌当時29歳から捜索願いが出されていた。同月25日、神奈川茨城両県警の合同捜査本部はこの野本巌を逮捕している。野本巌は昭和40年に茨城県岩井市の農家で次男として生を受けた。幼少期から聡明で地元の小学校中学校をトップクラスの成績で卒業、県立高校に進学し1983年3月に卒業している。高校卒業後、野本巌は一浪して筑波大学医学部に入学し、1990年に医学部を卒業した。大学を卒業した1990年の夏に医師や看護師らが参加するテニスの会に参加し、後の妻であり被害者である A さんと知り合っている。2歳年上の A さんは1982年に私立の女子校を卒業、蘇我屋の息子と最初の結婚をし、土浦市内に夫婦で蘇我屋を開店。その間に2人の子供にも恵まれたが、経営はうまくいかず経済的に破綻。 A さんは子供を夫の元に残して離婚していた。その後 A さんは筑波メディカルセンターでアルバイトを始め、前述の医療関係者の参加するテニスの会に参加、野本巌と出会い交際することになった。野本巌は A さんの離婚歴や子供がいることを知っていたものの、交際すぐに同棲を始めることとなる。野本巌には複数人の恋人がおり、 A さんもその恋人たちの一人という扱いだった。そんな中 A さんが妊娠する。しかし野本巌は結婚を拒み、 A さんは子供を諦めた。その後またしても A さんが妊娠。 A さんは結婚しなくてもいいから産みたいと言い、今度は出産している。野本巌との子供が生まれた後も A さんは結婚したいとは言い出さなかったが、野本巌はそのけなげな様子を不意にいじらしく思い、また父親のいない子供も不憫に思って、半ば衝動的に A さんと結婚したようだった。ただし結婚はしたものの、結婚式や披露宴を行うことはなかった。それだけではなく、結婚からわずか1ヶ月後には日立市内の病院の看護師と交際を始めている。野本巌には A さんに対して結婚してやったという意識があったのか、愛人の存在を隠そうともせず、複数の女性に対して妻とは別れるから結婚してくれなどと口説いていたようだ。次第に夫婦仲は冷え切り、やがて女性問題での口論が絶えなくなった。それだけではない。野本巌には当時年収が約1300万円あったが、複数の女性と愛人関係を続けるのにかかる費用や投資用マンション3つの購入費用、その借入金の利子返済などによって多額の借金を抱えていった。この借金のため A さんは子供の服を買うお金がなく自作していたほか、生活費を稼ぐために昼は事務員、夜はパブのアルバイトをしている。このような背景の中、同年10月29日早朝に A さんが離婚を切り出し、慰謝料として1億3000万円を請求。さらに子どもの養育費として毎月100万円を求めた上、愛人の看護師との関係を病院長に直訴して、2人とも辞めさせる、そんなに嫌いなら私を死なせてくださいと言って、ロープと包丁を持ち出し自分の首にロープを巻きつけてソファーから飛び降りるなどして挑発したという。
野本巌は激高し、 A さんの首をロープで絞めた。その後母親を亡くし、父親が犯罪者になった子供2人を哀れに思って首を絞めたと供述している。野本巌は事件当日29日、翌日30日も普通に勤務先の病院に出勤しており、2日の間妻と子供の遺体を自宅に置いたまま過ごした。また事件翌日の30日には新宿歌舞伎町のストリップ劇場やソープランドに行っている。そして31日の早朝、野本巌はビニール袋に入れて重りとして鉄アレイをつけた A さんと子供2人の遺体を自動車に乗せて運び、首都高速の大黒ふ頭の駐車場から海に投げ込んだのだ。さらに3人を遺棄した翌日の11月1日には、愛人の看護師当時25歳と旅行代理店へ行き、北海道旅行の予約を入れている。公判が始まり、野本巌には死刑が求刑された。大学時代の友人は温厚で明るい好青年だった、病院の上司や患者は熱心で親切な先生だったと証言し、3000を超える減刑嘆願書が届けられている。そして1996年2月22日、横浜地裁は犯行は計画的なものではなく衝動的だったなどとして無期懲役判決を下した。この判決に対して検察側は、身勝手な理由で3人の命を奪っているのに刑が軽すぎるとして改めて死刑を求め、弁護側は逆に夫婦喧嘩の末の突発的な犯行で無期懲役は重すぎると主張し控訴している。しかし1997年1月30日に東京高裁は控訴を棄却。なおも被告側は上告したが、その後取り下げたため、1997年2月14日に野本巌の無期懲役刑が確定した。なお野本巌は現在も無期懲役刑で服役中である。野本は事件当時29歳と若く、現在では実質終身刑といえる無期懲役とはいえ、30年を過ぎると仮出所の可能性が出てくる。最短で2027-8年頃になるであろうが、その頃には野本は60代、医師になり妻子にも恵まれたはずの男が、なんとも惨めで哀れな結末である。野本は医師であるため比較的給料は高かったはずであるが、入った金は全て自分の快楽に使い、さらに購入した投資用マンションの運用がうまくいかず、借金が膨らむ一方であった。バブルが崩壊したのは1991年から1993年頃で、今回の事件が起こったのは1994年。バブル崩壊の煽りを受けて借金まみれになっていたことは容易に想像できる。野本のように首が回らなくなった人は当時大勢いたのであろうが、野本ほど落ちぶれた人間はそうはいないであろう。学業もトップクラスで、医師にもなった頃には周囲からは羨望の的で見られていたであろうに、人生は何が起こるかわからないものである。